思い出のガンプラキットレビュー集。超時空要塞マクロス。ジェントラーディ軍婦人部隊バトルスーツ。クアドランロー。マクロスの中に凄腕が、面白い、相手になってやる。クアドランローとは、テレビアニメ、超時空要塞マクロスに登場する、ジェントラーディ軍婦人部隊のバトルスーツである。ジェントラーディの男性兵士が肉弾戦向きの身体能力を持つのに対し、女性兵士は空間戦闘に適した身体能力を持つのが特徴でして、女性兵士のボディラインに合わせて開発された兵器が、高機動戦闘を得意とするクアドランローだったのよ。巨大な推進機に手足が生えたようなプロポーションで、腰に当たる部位が存在せず、脚部も、リガードやグラージのような取り足状ではないのよね。機体各部に多数の対空兵器を搭載し、空戦ポットに近い運用をされる機体なのでございます。劇中では、エースのミリアこと、ミリアファリーナの愛機として登場。後に夫になる、マクシミリアン・ジーナスの VF-1A バルキリーとの空中戦は、マクロスの名シーンの一つなんどすえ。ミリアは、マクロス世界における最重要人物と言っても過言ではないキャラでして、マックスと夫婦になって以降、それをきっかけにして様々なストーリーが展開するわけなのよ。さらに、産んだ子供たちが、アニメやゲームなど、その後のマクロスストーリーに大きく関わるのでありんすよ。海外のロボテック版の設定では、あちらではバルキリーの後継機になってる、モスピーダのレギオスの試験飛行なんてやっており、サザンクロスのジェンヌがミリアの子供になってるなど、影響力がかなり強いキャラなんだい。レジェヌ。当時は、リアルロボットアニメでは初となる、敵側のツンデレパイロットとして衝撃的なお方だったのよ。ガンダムのララー?ガキンチョの目線では、ララーは謎のインド人にしか見えなかったわけでして、あくまでも印象的なキャラ程度の存在だったものですぜ。あえて言おう。萌えキャラじゃねえ。でも、ミリアも作画崩壊の影響でいやあんな感じの場面が多かったのよね。中割り一枚抜いて、こやひでやってレベルじゃなくて、動きのあるシーンがなんか微妙な感じだったのよ。変に動かないシーンの方が作画が破綻しないのは、単に原画のまんまのせいなのかい?デストロイドなんかがかっこよく見えたのは、ほとんど動かなかったからかもしれないね。しかーし、クアドランローのパイロットといえばだね。忘れてはならねえパイロットがもう一人いたのだよ。マイクローンになったミリアをマクロスに運んだナナシのパイロット。登場するなり。こんな子が乗ってるの?なんて衝撃が走ったもんざいもん。思えば、ガンダムん時はおっさんばっかりだったやね。じゃあさ、他の機体も、どこぞのヒロインみたいなキャラがわんさか乗ってるわけですかい?そいつはすげえ。そこに痺れる憧れるー。てな感じで、ミリアそっちのけで盛り上がっちまった連中がいたらしいのよ。まいったねー。当時、アイドルのイラストを描くのが流行っていたこともあり、クアドランローに、オリジナルのキャラを乗せたイラストを描くやつもいたそうな。やっぱりあれかい?ムックの平野俊博氏のイラストに感化されたんかい?当然、クアドランローのキットにオリジナルのフィギュアを乗せるのも流行ったわけでして、ロボットと萌えフィギュアのコラボの、原点と言っても過言ではない存在だったのだー。多分。キットの値段は500円。1983年に発売されたキットだよ。今井さんから発売されたキットなんで、ボディキャップは未使用。でも、ミリアの人形が入っている点はポイント高し、この頃はフィギュアなんて呼ばなかったものなんだい。クアドランローは、設定では16メートル台の機体なんで、ガンダムよりも一回り小さいサイズの機体なのですよ。当時発売されていた144分の1スケールのバルキリーと並べると、その大きさに驚愕したものなんどすえ。こんなに大きかったっけ ?30 年以上も前のキットなんだけど、今井さんの金型はバンダイさんに売却されてるんで、たまに再販されたりしてんのよ。ヌージャデルガーとは違ってそこそこ人気の機体だけに、あんまり売れ残ったりはしないのよ。劇場版の赤いミリア機や、青いマックス機、マクロスフロンティアのクアドランレアへの改造への需要があるもんで、ガンプラ中心のモデラーでも、作ったことのあるやつは多いはずだよそうだよね。回収ポイントとしては、パーツの精度は良好なものの、強度や保持力に問題がある仕様のキットだけに、これからポリパーツを移植するよりは、アーマー部分を除き、上腕部や大腿部など、可動に関わる部位を最近のキットから移植する方が手っ取り早いと思いやす。飛行形態でのイメージが強い機体な上、もともと巣立ちでのバランスが悪いキットなんで、アクションベースを使って飾るのがおすすめ。好みで、カメラ愛のクリアパーツかなど、ちまちました小物に手を加えてちょうだいよ。ちなみに、本来はカメラ愛にも稼働する部分があってだね。進行方向に向けて上下左右に稼働させるのがポイント。ジオラマにするなら、やはり、マックス仕様の VF-1A バルキリーが欲しいところなんどすえ。意外と珍品なんだよね。